ベマル釣りました。でで、うわーすげー、こんな釣れんの。うわー来た来た来た。あ、そうそうね。おはようございます。全然早くないですよ、もうお昼ですよ。いや今日はね、茨城県に来てます。なんかね、俺に釣りを教えてくれるっていうね、先生が現れたんでね、早速ね、教わりに行きたいと思います。それがね、こちら。よし、教わりに行ってやる。何やってんすか。面白いだろ、面白いだろ。俺ガルパンっすね。知ってるんですか。え、知ってるんですか。知らない。はい、じゃあ今日ね、教えてくれる先生を紹介します。先生、この方です、どうぞ。はい、どうも、はじめまして。お笑いのさかなクンこと金丸釣具店の石田でございます。店長をしております。おはようございます。どうもよろしくお願いします。我々はさすがにこう釣りをするようには誰も思わないでしょうね。そうですね、あのコスプレ大会とか ね、 そっちの方になってくると思うんですけども、はい、ハロウィン近いし、ハロウィン近いし、はい、年次やってますけど、ね、はい、はい、どうですか釣りの方。はい、釣りの方ですか、はい、マイワシとか、はい、サッパとか、はい、それなんかを釣れてる感じ。釣れる、はい。あ、今日天候だいぶいいよ。天候いいですね。日頃の行いが、ね、僕の熊さんがいいから。僕の、はい、僕のかな、僕のかな。そんなわけはないです。言うなよ。釣り日和というふうなところなので、うん、はい、まあ、早速釣り場の方に行ってみようかな。いいですか。もう初心者なんですけど、はい、いやもうぜひぜひ、僕そういうふうな方にお伝えするのが役目なんで。あら、はい、ぜひ、はい、お願いします。よっしゃ、じゃあ行きましょう、はい、じゃあ飛びますよ、はい、あっち上飛んでいきましょう、はい、せーの、よっしゃ、はい、歩くんかい。はい、まさか今、はい、釣りにチャレンジしております。いきます。さあ、釣るんでしょうか。先生に教わった、はい、通りにやってもらえれば、はい、釣れると思うんで。釣れる時間帯とか、はい、その群れの状況にも釣り方なんか変わるんですか。そうですね、やっぱりその、うん、まあ、狙う棚ですとか、うん、あとはやっぱりその、なんていうんですかね、釣り方とか、まあ、ちょっとこう、定期的に場所とかも変えたりとかしてあげると、はい、まあ、超過伸びるのかなって。なるほど、はい、あ、ピクピクいってる、ピクピク、ほらほら。あ、ピクピクいってる、あ、すごいすごいすごい。うわ、すげえすげえすげえ、これビリビリって、ほら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 。これいけたんじゃない？あげる？いや、重い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 。おおおおお、あ、釣れた釣れた、やったやった。なにこれ、カサゴカサゴ。お、あ、メバルメバルメバル。先生、メバル釣れました。お、ヨウさんも行った。おお、来た来た来た。イワシ、イワシです。イワシ、うわすよー。うわー、釣れた釣れた釣れた。デデン、うわーすげー、こんな釣れてんだ。どうすんのこれ。これどうしましょうね。これ全部これトイレに、トイレに流そう。なんでね。おお、これは来てる。お、分かった。お、来た来た来た。お、メバルとイワシ、やったー。皆さんどうすか。もうすぐ釣れる。すぐ釣れる。ヨウさんの竿はいい竿ですね。どういう意味ですか。いろんな意味ですね。あったったった。あ、来た。ほら、震えた。来た。あれ、お、来た来た。ほら、お、やった。イワシ、イワシです。イワシ、お、やりました。やりました、やりました。イワシ、やった。ありがとうございます。上顎に、はいはい、してあげると、はい、まあ
暴れにくいというか、あの取れにくい、はい、であとはここに刺してもらって、はい、真ん中ぐらいに、そうですね、はいはい、ちょっと鱗が、まあ、生きてるやつがいれば生きてるやつで、はい、で今これつけましたんで、はい、それをやっていくと、やっていくという感じです。はい、はい、頑張って、いただきます。やっ、どこ行った、どこ行った、あ、そこですね、あっち、あっち行きましたね。おお、なんか投げたとこがどこだか分かんなくなった。あ、そうですか。さあ、釣れるんでしょうか。どうですかね。これを少し巻く、はい、はい、よし、釣れましたもんね、やっぱね、初めて、いやあんな、あれだけ釣れたのはちょっと初めてって聞いたんで、ね、次お腹釣りましょう。てかお腹すきましたよ、はい、そうですね、はい、いや、こちらのおすすめの、お店あるんで、はい、新鮮な魚介類と、はいはい、今日生しらす丼とか美味しいんで、早速行ってみましょう。え、なんていうお店、母ちゃんの店って言いまして、母ちゃんいますけどお姉さんもいます。なるほど。大洗町の漁港さんがやってるお店で、あの、すごく流行ってるお店なんで、はいはい、美味しいので、ぜひ。あ、楽しみ。こちらが、先ほどご紹介した、はい、母ちゃんの店というところで、まあ、大洗町の、まあ、漁港さんが直営で出しているお店なんで、うん、新鮮な、まあ、魚介類、はい、まあ、今回、まあ、生しらすを食べるところと、はい、うんうん、まあ、釜揚げしらす2色で、味わうというところでやっていきたいと思うので、はい、母ちゃんというね、感じじゃない、フロントの、まあ、お姉さんですね、お姉さんがね、あれじゃん、漁業組合の会長かなんかの、これなんじゃないですか。やめろやめろ。はい、早速生しらす動画が来たんで食べてみたいと思います。大洗の、漁港さんの方でやって、こう直営のもので、まあ、こういう感じの本当にあの新鮮の取れたての生しらすをあのこちらの方で、まあ、そのままこう食べてもいいですし、ちょっと黄身とこうやって混ぜ合わせて食べてみるっていうのもいいかと思います。生しらすいただきたいと思います。こちらで、うん、あ、新鮮で、うん、生臭くなくてとても美味しいです。じゃあ僕の方はね、はい、こちら釜揚げしらすね、これね、こうですよ、見ててください、いくよ、こうでしょ、うーわ、もっと美味しそうにしてください。いや、美味しそうだろこうでしょ、ここにね、お醤油垂らすんですよ、はい、あー、これこうね、こうやってくから、うまそうでしょ、絡めて食べますよ、いただきます。味噌汁かよ、そうやって食べるんですねうまっ、うまい、うまい、うまいっすよね、やっぱね皆さん、不思議さま見てますけどね、何やってんだみたいな感じなんだこれ、見てくださいよ、大量ですよ、ね、はい、いやー、もう先生ありがとうございます。あの、連れてよかったですね、ほんと最初ね、うん、あのどうかなって感じだったんですけど、はい、ね、本当にあの 2,3 匹連れてくと、うん、群れでバーって寄ってきて、はいはい、あのイワシとか、うん、あとはあのサッパとかメバルです ね、 ね、もう回遊するんですね、そうですね、魚回遊してくるんで、うんうん、やっぱその時にあの、まあ、棚ですよね、うん、どこに上にいるのか下にいるのか、はい、中層にいるのかっていうのでちょっとこう、まあ、使い分けてもらうっていうのも、うん、やっぱ重要なのかなっていうふうに思いますね、はいはい、じゃあ先生さん、はい、まあ、これだけじゃなくて、じゃあ、はい、次のいろんな時期とかもまた釣り教えてください。あ、そうですね、ぜひ、はい、これからはあの投げ釣りだとカレーとか、はいはい、ヒラメとか、ヒラメ、ヒラメ、はい、もうちょっと釣れなかったんですけど、はいはい、あとはあのマダコとかですね、はい、そういうのも釣れたりとかするので、うわー、楽しみ、お待ちしております、はい、釣りのプロを目指します、はい、よろしくっくさあ行きます、本日の釣果、ドルでーん、先生やりました、ありがとうございます、大量でございます、絶対何でもいけるんじゃない、うまそう、いただきます。